さあ、幻想乙女のおかしな隠れ家。一周目のさ、裏がどんどん分かってきてさ、面白い展開になってきよんな、これ。さあ、お菓子を集めるってとこだし、これ開きなさいよの部分終わっとんか。パンクツを、小鳥に。あ、小鳥の下りも終わったんやな。アンデ、どうしたの？パンクズ？ベル！私たちはここに閉じ込められて、だから出るためには小鳥にあげるパンクズが必要だってシンシアが。だからパンクズを集めることにしたの。そうなんだ。パンクズね。僕も探しておくよ。何があったんだ？アンデ、何があったんだ？だってさ、意味わからん言葉をさ、今度ドヤ顔で言うからね。それそうなる。ベル、アンデのことは大好きだけど、これは耐えられない。ドアノブが取れてる。お前が取ったんじゃん。それお前が、あっていう。演技で取ったんだろ、お前。あっ取れちゃった。いやいやだろ、お前。何取れてるってさ、今気づいたみたいな言い方したんだ。食料か。あ、食料を、このアンジが下におる間にこっから取りに行くみたいな話なんかな。おぉ。こんな感じなんやな。あの時はちょっと暗めで分かりにくかったけど、おぉ、何これ。魔女狩りについての研究と考察と雄大なボロボロになったメモが落ちている。魔女狩り？なんか変だな、これ。そんなに古そうにも見えないのに。あ！え？髪がボラボラになった。どうしよう。知らんかな。そんなこと言われても俺には、え？ね、これ。魔女はほぼ不死身。ただ天敵で、あ！参ったな。どれだろう。知らん。文章をつなぎ合わせるってどういうことなの？え？ただ天敵である。魔女はほぼ不老不死。ただ天敵である吸血鬼に吸血されると絶命する。ちゃんと繋がったやないか。これで良さそうだ。次は？お？魔女について。不思議な力を持つ女。魔女が存在する理？理でいいんか、これ。絶対理じゃないな、これ読み方。文章を継ぎ合わせる。え？魔女について。不思議な力を持つ女。断り。ケツキ、リケツキになるけど違うんじゃん、これ。存在する理人物ちゃうだろ？理性のことを指す。これかな？力を持つ女性のことを指す。え？あれ？リーどこ行ったん？まあいや、女性のことを指す。魔女が存在する理由について、現在では判明していない。俺、てっきりこのリーのところになんかつくんかなと思っとったけど、これでいいんじゃ。よかった。わからん。なるほどね。魔女裁判とは、魔女と思わしき有罪になったものは、魔女裁判の話も出てくるんじゃ。え、魔女？吸血鬼とか、そんなん、ヴァンパイアハンターとかでも手いっぱいのに魔女出てくる。ものは、疑わしい、有罪になったものはなんとか、みたいな話なんだろ。吸血鬼を使って処するん。魔女と思わしき人物を裁判にかけることで、有罪になったものは吸血鬼を使って処する。あ？え？ってことは、アンジェン、吸血鬼ではなく魔女だったみたいな話？え？そうなの？もう、最初はベルが吸血鬼かと思っとったら、アンジェが吸血鬼で、でもこれ見たら、もしかしたらアンジェが吸血鬼じゃなくて魔女かもしれないみたいな感じになってるやん。魔女とか出てこんといて。もう、これ以上新しいもん出さんといて。カノン村では現在9。吸血鬼の少女 A を処刑する際の使用。また、ある小さな家で行われていた。処刑は山奥にある小さな家で行われていた。なるほど。かの村では現在、吸血鬼の少女 A を
アンジェやな。処刑の際使用。また、処刑は山奥にある小さな家で行われていた。うん。この本は、日記じゃん、これ。日記ではないわ。そりゃ、研究で考察なんやけん。誰かがやっとって、まあ、魔女について。これはさっきまで読み終わったやつや。これ、この村の、紳士や。なんで紳士が出てきたん？やっぱりこんなの、間違ってるんだ。よく見ると、メモの端に隠れが、玄関口付近の本棚に存在する書物参考と、隠れがな、ここの書も玄関付近の本棚が、なんかあるんじゃ、そこに。なるほど。行ってきまーす。あれ、ここから出れるんかな、これ今。てか、飯食おうとかいう話だったのに。ああ、出れるんじゃ。出れるんやな。バレバレ出てしまうんやな。へえ。戻れない。あれ？戻れないな。戻れたわ。これ、移動じゃなくて、色の後ろの横の壁だったんじゃ。ここ出たんわ。よっしゃ。じゃあ、その、玄関の近くって言おうたな。ってことはこっちじゃ。これか。ここにあるんじゃ。その家ってやつ。あれ？ちゃうの？ え？玄関ってこれじゃない。これ、で、玄関がこれで、その近くみたいな話じゃない。違う。あれ？ おかしいな。ん？魔女の隠れ家について。魔女は人間から身を隠すために隠れ家を作り、またその隠れ家が魔女を憎む人に見つからないように、夢見る者にしかたどり着けないという魔法をかけた。え？じゃあこの家もしかして魔女の隠れ家だ。じゃあもう完全にアンジェ魔女じゃないか。で、夢見る者にしかたどり着けないって言うけどさ、ベルは強くなりたいって夢があるけん、ここに来れたってことか。そういうこと。へえ。アンジェ魔女なの？ もう完全にアンジェが魔女ってこと確定になっとる。処刑に吸血鬼使ったってことなんやな。吸血鬼に殺されてアンジェが死んだって、そういうことなんじゃ。よっしゃ、飯を手に入れに行くぞ。アリス・キテラの隠れ家。誰だよ。 ちょっと誰 誰だよ。 初耳だよ。 もう初耳に弾みの重ねないでよ。あれ？何？蜂の巣がある？危ないなぁ。いけるぞ。 僕の夏休みの主人公、ボク君はな、釣竿でさ、蜂の巣落とすからな。ベルンドも頑張れ。頑張れないな。ベルンド今なんか、鉄砲持っとるだろう。鉄砲を外して、その中でここ来たんやけど、鉄砲持っとるだろう。頑張れ。鉄砲を撃て、当たらんの、おお、わ、熊がいる。デンジャラスすぎだろ、ここへん。この辺。どうしよう、間通れないな。装備を整ってないし。それは逆に言えば装備整えてここに来てくださいってこと？ああ、何なんだろう。あ、蜂の巣だ。そうか、あの蜂の巣を踊りにすれば。でもそのまま近づくと危ないな。なるほど、ここでベルントタクティスが始まるんじゃ。そのままだと危ない。じゃあそれをどうにかするかっつう話やな。そのまま近づいたら危ん、なんだこれ。なんだこれ。よいしょ。あ、銃あるんで。ははは。え、これでもうさ、もう踊りがどうとかの話じゃなくてさ、クマをこいつで、ね、倒してしまえばいいような気がするんやけどさ。それでもベルは、もうクマ倒せんのか。ヴァンパイアハンターだろ、お前。ヴァンパイアハンターで選ばれたんだろ、お前。頑張れよ。これで、クマを打ち込むんだよ。そうすれば、ベルのお父さんに見せてみ。うわ！お前はよくやるようになった、みたいな感じでさ、もう血相変えるから、もう、さっきまでのあのやつはどうした？みたいな感じになるからね。撃ち落とす。一点だけを見つめて。まっすぐに。
よっしゃー当たったで、おお来ました、クマが腹をつけさせていたんだね。よし、今のうちに撃ってー声だからベルは臆病者しゃあないな。そりゃ俺15歳だったらさ、ベル確か15か4だったと思うやけどさ、銃も取っても怖いわな俺。そう考えたらなんでここ来たんやなんで家戻ってきたんや、なんでだ。あ、もうあれか、飯集める、飯家に取りに行っとったん、そういうこと。オルゴール人形、ベルのお母さんすごいな、こんなの作れるのか。ほほやべえ、もうヴァンパイアハンターだけじゃなくてさ、もうオルゴールの技術師になればいいのに、ベルそっちの方で才能を開花すればいいのに冷蔵庫的なもんはないんかな、時代が時代やけん冷蔵庫とかなさそうやけどさどっかにもあるんだろうな、食べ物が、何かしらの食べ物が。お、うん、これくらいあればいいかな、あんまり持っていくと危ないし。食べ物を手に入れた。なんだ食べ物って、パンや野菜調味料、もう作る気なんじゃ、あの家で作る気なんじゃ、キッチン、クッキングベルなんじゃ、クッキングベルおい、帰り道変わってる帰り道変わってますけど、こんなとこ通った覚えないですあ、ここにこういう感じだった。じゃあなんで行きのところここカットしたんだろうようわからん、クマもハチもおらんようになっとるしあのクマ、ハチの巣ごと食ったんじゃ、ハチミツをかわいそうにハチども同情はせんかな。よーし、でこれで食べ物を回収できたけん、これをアンディに食べさせようのパターン。ほらアンディがもうそろそろ食べ物を持ってきそうね、ベルだったらみたいな感じで待機してる。アンディ食べ物を持ってきたんだ。食べ物？この家に食べ物があったの？そりゃ出られんけんそう思うわけだ。えへへ、さっき見つけたんだ。本当は僕の家からもっそり、こっそり、もっそりって今もっそり言っちゃったこっそり持ってきたんだけどね。おいしいね、アンジェ。とってもおいしいわ。ちなみに何作ったんだ？てか、ベルとアンジェ料理できるのか？アンジェはできそうだけど。みんなで食べると美味しいのね。みんな？それはどういう意味？やっぱり。アジにはやっぱり。僕以外の姿も見えてるのかな？ベル、大丈夫だよ。お前の姿も見えてないから。みんなで食べるんだ。みんな。え？キャーナガチさ、キャーナガチさ、おいしいお菓子に変わるのは、おいしくごちそうされるのは、え、ああ、アンジェ、アンジェ、アンジェ、ちょっと、こんなん知らん、こんなん知らんぞ。襲い来る吸血鬼から逃げて、アンジを吸血鬼呼び回り走り始めた。しかし、ただ逃げるだけで終わりません。彼女を賞金に戻すためには呼びかけを行う必要があります。スペース、エンター、スペース、エンター、Z、スペース、エンター、Z のどれかってこと？もうやる気満々じゃないですか、アンジ、ああ、クッキーで HP だったんじゃ。クッキー HP だったんじゃ。呼びかけてどうすればいいんですか。ああ死ぬ、アンジに殺される、ああアンジに殺されちゃうよ。呼びかけ、あ、アンジどうしてよ、目を覚ましてよ。どうだ、私やったか、よかった。あれ、どうしたのベル、変な顔してこいつ、それこうなるわ。ふわー、なんだか眠くなってきちゃった。
そろそろ寝ようかしら。そりゃ運動したからな。そりゃ運動すればそりゃ眠くなるでしょうね。でもこっちとしてはさ、永遠の眠りつきそうだったんだよ。なんだよ、今の。アジは一体。吸血鬼？寝んのかい。ベッドから離れていくんじゃないかな。あら、ベル、どうしたの？どうしてもこうしても寝ないよ、お前。アンジェ、別になんでもないよ。それならいいけど、今日食料ありがとうね。お腹が空いてきてから助かったわ。僕が食料になる番が近づいてきてるのかもしれない。怖いな。怖いな。僕はこの家で生き残っていけるのだろうか。終わります。あのですね、吸血鬼やヴァンパイアハンターのことに関してもまだ理解しきれてないのに、魔女っていう新しいワードを放り込んでくるのやめてください。でもってアンジが魔女であるかのような前振りをしておきながら結局吸血鬼なのもちょっとどうかと思います。